中国コロラド州のアラパホ郡とアダムズ郡にまたがる都市である。オーロラ市を人口で見ると、コロラド州で3番目、全米では61番目に大きな都市である。2000年国勢調査では人口27万6393人であり、2010年国勢調査では32万5078人である。オーロラ市とその西部近郊は、 デンバーオーロラ統計上都市圏の主要都市部であり、都市圏人口は2007年で246万4866人と、全米22番目の大きさである。デンバーオーロラボールダー結合統計上都市圏では、人口299万8878人と推計されており、全米15番目の大きさである。オーロラは1880年代に、 フレッチャー庁として始まった。その名前はデンバーの実業家、ドナルド・フレッチャーから取られたものであり、フレッチャーはこの場所を不動産事業の対象と見ていた。フレッチャーとその共同経営者はデンバーの東4平方マイルを仕切って権利主張したが、この町もコロラド州自体が1893年の銀価格崩壊の後でひどくもがいていた。この時点でフレッチャーは、 町の存在を忘れ、その地域社会は大きな負債に使ったままにしていた。住民たちは1907年に町の名前をオーロラに変えることに決め、デンバーの影になってゆるりと成長していたが、1970年代末から1980年代にかけて全米でも成長率が最高クラスに高い都市となった。オーロラはデンバーの やや大きな郊外の一つに過ぎないとみなすものが多い状態が長く続いたが、ここ数十年間の人口成長によって大きな隣人であるデンバー市と同格と認識されるようになってきた。元市長はこの地域がオーロラデンバー都市圏と呼ばれるようになるというやや気まぐれな考えを表明したことがあった。しかし市内には歴史的に重要で大きな中心業務地区がないこと。 すなわち性格的に大半が郊外であることによって、そのような動きは止まっている。1955年の秋、7週間だけ世界の注目がオーロラに集まった。ドワイト・ディ・アイゼンハワー大統領がフィッツ・サイモンズ陸軍医療センターで、心臓発作からの療養をしていたからだった。この病院は2004年、 アメリカが衆国大統領選挙で民主党候補となったジョン・ケリーの出生地でもあった。この施設は1999年に病院としての役目を終え、現在コロラド大学デンバー校のアンシッツ医療キャンパス、かつコロラド州オーロラ生物科学公園の一部となっている。アンシッツ医療キャンパスには2007年にデンバーからオーロラに移ってきたコロラド大学病院もある。 これらの施設は完成した時に3万2千人を雇用することになる。2004年、オーロラ氏がスポーツを促進、強化することに他の模範となる働きをしたので、雑誌、スポーツイラストレーテッドの50周年記念事業でコロラド州のスポーツの街に選ばれた。オーロラの民衆の活動的な様は、市出身の様々なプロスポーツ競技者がいることにも反映している。 オーロラを本拠とする初めての準、プロスポーツチームであるインターナショナルバスケットボールリーグのオーロラキャバルリーは2006年に活動を始めたが財政破綻のためにそのシーズンが終わるまでに活動を止めた。オーロラ市はずっと不自然に2つの軍にまたがったままできており、両軍の軍庁所在地から距離が離れている。1990年代半ばに首都軍の合同政府が検討されたが、 市内有権者からの承認を得られず失敗した。コロラド州の有権者は1902年にデンバー市軍、2001年にブルームフィールド市軍を創設した。オーロラ統合市軍ができるとすれば、現在の市域外の地域も含むことになるが、新しい市軍協会が設定された場合、将来の発展可能性を制限することになる。2012年7月20日。 市内の映画館センチュリームービーシアターで銃乱射事件が発生、12人が死亡、59人が負傷した。この事件でジェームズ・イーガー・ホームズが容疑者として逮捕された。2016年12月26日、クリスマス後の商戦でにぎわう市内のフードコートにて約100人による乱闘が発生、近くの映画館や駐車場まで広がる規模となった。 20番街と寄せみて通りの角で、オーロラ市に入ったところ、東を望むオーロラは、北緯39度41分45秒、整形104度48分29秒、北緯39.69583度、整形104.80806度、39.69583-104.806に位置する。市の公式標高は、 市境界線にある標識の地点で5471フィートである。しかし、市内の標高差は1000フィート近くある。最低標高地点を285フィートは、サンドクリークが市の北西ルの境界線と交わる地点であり、最高標高地点6、229フィートは、市の南端、アラパホ群島の境界で、インスピレーション道路とガートレル道路が交わる。 支点近くである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は142.7平方マイル、このうち陸地は142.5平方マイル、水面は0.2平方マイルで、水域率は0.17%である。オーロラは、週間高速道路75線、道225号線及びマイナス470、ベルトウェイにまたがっている。 リージョナルトランスポーテーションディストリクトのライトレール輸送システムが2006年11月17日にオーロラ市南端まで延長された。G 線と H 線がオーロラ市内デートンとナインマイル駅で停車する。オーロラ南部の包括的バス路線網はナインマイル駅に止まる。市内を抜ける週間高速道路225号線に沿った ライトレールの延長が計画されており、デンバー中心街とデンバー国際空港との間の通勤線とつながる予定である。どちらも2015年の完成予定である。オーロラの市民はデンバーよりもデンバー国際空港への交通が便利である。デンバー国際空港に近いことにより、空港の真南 E-470 海上で予測される成長の要因となり、最終的に オーロラ市民を25万人増やすと考えられている。オーロラ市政委員会は市長と10人の委員で構成されている。6人の委員が地区から選ばれ、他の4人は大選挙区で選ばれる。市長は自然域から選出される。オーロラは数多い地区、地域及び軍事施設で構成される。次のような地区がある。以下は2000年の国勢調査による 人口統計データである。収入と家計メキシカーナ航空はイーストミシシッピアベニュー12134に事務所を構えている。オーロラ市は3つの都市と姉妹都市を結んでいる。さらに、デンバー地域市町村協議会はイラクの18県の一つバグダード県と姉妹都市を結んだ。ありがとうございます。